えー、皆さんこんにちは本日は人間力大学事前対談のお時間がやってまいりました <laughs> よろしくお願いします本日はですね日本海運学協会理事長家家元そして海運元祖鑑定士の木村玲子さんに来ていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます大島 <laughs> さん今度ですね3月の27日にですね人間力大学オンラインに レイコさんに登壇していただきます。いやもう今最高の今これ録画三月きゅえっと今日は三月の三日なんですけど、はい、なんとこの三日がレイコさん出版おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう,とう覚えて,てくれて嬉しい。 はい出版されました。はい、もう出版される前にもベストセラーでなんと日本の,あのアマゾンでも総合ランキング総合であの2位っていうですね、はい、とんでもない勢いでであとかその 二部分か三部分かが優勝一位になってますよね。なんですよね。ありがとうございます。すごい状態。いやもうもうもう、これはもう皆様だけ、もう本当皆様のおかげで、私一人ではね、何にもできなかったこと。本当に感謝です。いや、ね、そんな玲子さんと、今回人間が早く、一緒に、あ、登壇していただくのが。 本当に嬉しいです。す嬉しいです。お気づけさん、いっぱい応援していただいて本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。いや、こちらこそ本当に。感謝ですよ。もう感謝しかないですよ。<laughs> 皆さんのおかげですよ。いや、そして今回、レイコさんが登壇するときのテーマが、うん、はい、は顔から決まる。ああ<ー>。開運く顔の作り方っていうテーマでやらせていただきます。はい。はい なので今日はですね、その事前対談という形なので、そこに関する質問をいろいろとさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。大島さんも途中で気になるところとか、なんか聞きたいことあったら、どんどん聞いちゃってください。了解しました。<laughs> 早速なんですけど、この玲子さんがお伝えしている活動とか、分野っていうのは、はい、この回復が。お って言われてたりとか、お顔の鑑定士ってことなんですけど、はい、これ、こう、顔相学みたいな分野になるんですか。どういった形な,なんですよ。私は、あの、あ<ー>もう本当に、あの、ちっちゃい頃から顔がね、あの、皮膚が弱かったり、いろんなことがあって、はい、もうこ、顔にコンプレックスをすごい持ってたんですね、いっぱい。ええー。あの、なんか、なんていうのかな、か自信が全部なくてね、失われてたんだけど、<ー>その私が、だから、マインドも低いわけでしょ。 でそれが自信を持ってあ大丈夫だって言ってね生きるきっかけとなったのが初めは人相学そしてそれからもう少しね,ねまたいろんな、ね、あの師匠にもついて感想学、うんはい、でそれをですねあの深くねいろいろ学んでからなんかその顔と心ってつながってるんだなそれが運を引っ張っていくんだ来るんだっていうことの顔と脳と運っていうこのね三位一体の関係がよーく分かっちゃったんですよ。 へーへーだから顔に自信がないとかね顔があの暗かったりとかねなんか意地悪そうだったりして運ななんんて来ないんですよ<あー> <laughs> 自分の脳が意地悪だし自分の脳が暗いからなるほどそれが顔見ると全部わかるから顔は直せるら顔を直すんですよいや <laughs> その方が早いのだから顔が先なの だから私の考え方ってね、それはあの1冊目に書いたんですけど、それをね、三幕出版さん、面白いって言ったんだけど、あのね、はい、みんなね、脳が主人でね、顔が家来いなの。でもね、私ね、逆だと思ってね、はい、顔が主人でね、脳はけらいなんです。顔が先。へ主人。 ってってでそうすると顔が先だからね,先だからねニコニコしたり、ね、眉を描いたり艶ヤ出したりってねそこのほらそ運のポイントがか感想学、人相学をずっとね、あのー、深く研究してますから運のいい顔運を生かす顔そして運を逃す顔っていうのがあるってことを発見しちゃったんですよ。それはどうとみんながなるってことを分かったんです。誰でも いやーすごい大島さんなんかこう脳から変えていくアプローチしていくって聞いたことあるんですけど顔が先っていうのもすごいす顔が主人なのよいやでも表情筋と脳は連動していてやっぱりそのメンタルの世界でもあのやっぱその顔からそのパフォーマンスを発揮していくっていうのはやっぱそのやったりしてたのでそれはなんかすごく脳科学的にメンタルトレーニング的にもあの顔は大事だって聞くんですけどそのあれですかそのレイさんその 運を逃す顔って何ですか運を逃す顔っていうのはね、例えばね、はいあの、へのち、だから今ね、すごく大変な世の中の人なんですよあのへの。へのちの口。ね、<ー>例えばどういうことかって言ったら、マスクでしょ、ここまで。だからあのこう、けすけさんみたいに笑わない、けすけさん、私ね、もう顔がね、もうね、大加油してね、いつももうけすけさんの顔大好きなんですけどね、私が思った最高の服のある顔なんですよ。<laughs> ほら、笑うことほら、今言うでしょ いや、変わるんですよ。顔は映るからだからこのあははって大笑いするんですよ。だからケいスケさんは口角上がってんですよね。でも今大半の人が今の時代ってマスクだからもうははって笑わないじゃない。マスクの下で大笑いしないでしょ。だから、この本当。それこそそのほら筋肉的にも口輪筋って言うんですよ。ここでここ賞筋って笑う筋肉なんだけど、これを使ってない。このね。口輪筋と賞金って2つは大笑いしないと使えない筋肉なんです。 だから、<ー>大笑いが減っちゃったと思いませんか、最近。減ってます、減ってます。ここ3年ね。で、だから、ははーって、こんな風に笑わないでしょ。ってことは、ここの筋肉が全部衰えちゃったから、みんな口角がへの字になっちゃう、ぐっと。で、これは科学的にも証明されてますよね。口角上がると、それ脳とつながってるって、口角はね。 だから効果が上がってる人はね、明るいんだっていうね、明るい脳だって。だからそれは本当にそうで、だからみんなここ、もう本当大半、世界中がみんなへの字になってた。だから、お顔のたるみ気になりませんかってね、気になりませんかって言うとみんな気になりますって言うでしょ。でもお顔のたるみ気になりますって、美容上で言うけど、私は運が落ちてるよと思って、ドキドキしちゃうわけですよ、世界中の運が。ここが、ね、だからもう降臨期も下がるから、ここのところにって笑いながら、ゴーッと怒っちゃって、 ここの運の運ね特にエリア土木ぐってあるんですよ。ここはね、未来運とかね、晩年運とか、それからお仕事上の部下の運とか、大事な家族運なんですよ。でもそこにボーンとね、落っこっちゃってブラーンってなるから、陰りになるから、皆さん未来が今陰りになっちゃう人が多いんですよ。すしと運を逃すんですよ。えー、えー。<laughs> で、これ顔は映るから。 だから、へのちのお父さん、お母さんがいたら、子供はいくらね、ねなんかお前頑張ってよとかなんとかってもね、頑張れないんですよ。だってあの暗い脳、ね、のお父さん、お母さんだか顔と脳ってめっちゃつながっちゃってるんですよ。それを私はもう、これは面白いと思って、ずっともう本当、40年ぐらいね、<laughs> 長いけどね、ずっとワクワクしながら研究しちゃってるの。だもう顔のことは世界一知ってますよ。 顔とね、心が。任せてーって感じ。<laughs> 絵をね、みんな知っちゃったらお金かかんないしさ、世界中がもう本当にね、いや、平和になりますよ。そうですよね。そうでです。<ー>顔です。顔、うんね え今回の新しい書籍のタイトルにもなってるんですけど、眉くん、結構また関係してるんですか、はい、そうなんですよ、もうその中でね、その中で顔の中で、なんと人生の70%は眉が握ってるっていうことで、顔のね、私はね、開運っていうのはね、二、ね、つね、えっと、家と顔っていうのがね、開運のね、2大ポイントと思ってすね、家、家葛とね、あの顔ですね。<ー>で、その中でまた顔っていうのは、12箇所のだからお部屋があるんですよ。 運のお部屋。<ー>でね、みんなでそれを知らないんですよ。ほら。人間ってさ、体が全部あるんですよ。手、ねはい、があったりさ胸があったりするじゃないで、顔だけじゃないじゃないですか、部分が。でもね、他の部分でね、胸が仕事運とか足の裏が機運なんて聞いたことないです。よ。確かに全部実はですね、すっごい運のエリアって全て顔に集中してたんです。へ これは面白いと思ってね。じゃ運を上げるには、ね、よくトイレ磨きとかね、そのお部屋磨いたり人か、当然大事ですよね。でもみんな顔磨いてないんですよ。トイレ磨いて、家の中磨いて、靴磨いて、玄関磨いて。顔が,ないんですよ顔が一番運握ってるんだから。だからね、これがね、置き去りにされてるの。だからそこのところで、なんとその12箇所の運のね、お部屋があるわけですよ。 そのお部屋の中で一番今回ですねすごいよっつってのねこのね兄弟群っていうとこがあるんだけどここはね眉ですね眉はですねあの家計を握って家計ってある家系ですねだから先祖代々様なんですよそこを握っているんですよこれあと寿命すべての寿命ねそれからすべての才能うん自分のいろんな才能もっともっといろんな才能が皆さんあるからそれをバーッと握ったのが眉でいろんな運のポイントいっぱいね 例えば運じゃんとかいろいろあるんだけどこの眉っていうのはこれはねすべてねすごい勢いで握っていてもう金運からね何から家族の運から何からもうね強いご先祖様ね私たちは引き継いで受け継いでるわけだからおじいちゃんおばあちゃんってう時にねやっぱりこう体の中にねご先祖様いますからねそれを感じながら生きるのは眉を描かなければ感じて生きていけないんですよ。じいちゃんおばあちゃんはだからお,お墓参りだけではねちょっと足んないの。 お墓参りすぎ、マユを描いてお墓参り行ったらね、じいちゃんばあちゃんね、強いじいちゃんばあちゃんがいっぱいいますからね、ご先祖の。みんな踊れてますよ。<laughs> <laughs> すごい。マユー。マなんですよで。でも今、れいこさんがお話ししてたんですけど、はい、そのマユは先祖から、はい、受け継いでいるものっていうことだったりとか、こう書って世の中全体下がりがちって言ってたんですけど、そ,<う>そこをこう、 もともと持って生まれたものでもあると思うんですけど、変えることっていうのはできるんですか、うん、全然できますよ。だからそれじゃなかったら、私こんな風にね、ワクワクしてないもんね。みんな幸せになるの。<laughs> だから宿命は変わらないけど、運命、運勢はどう徳も変わるんだーっていうね、そこに私はもう、これはね、はい、もう極めるしかないと思うんですよ。みんなが幸せになるから。 だからね、ねなんかその、ね、いろいろ今って大変じゃないですか。だから私が金運って思ってるのはあの、ね、お金だけザクザクっていうんじゃないんですよ。人間関係よくてね、はい、私もねもう本当こんな素晴らしいさ、すけさんにお会いできたし、ねさんにお会いできたし、もうこれがもう嬉しくてしょうがないじゃないですか。だから、そういうふうにね、人間関係、だからいい人と会える、そしてそれが金運につながってくっていう眉を、1600年前からの歴史をひもはき。はい 初めて今回ですね、一挙全公開したっていうのがこの本なんです。<laughs> だから感想学、人想学、そういう学問からね、来ているから、なんとなく私がふっと思ったっていうんじゃないんですよ。私は学問としてかなり研究してますから。はい。だから怪しさがないんです。<laughs> 確信があるんですよ。ね、<laughs> 運の勉強、運の学問をすごいしてるので、運です。すべて運。 だからもう男の人がね、眉をね、描くって言ってもね、私の周りみんな男性眉を描いてね、その上にね、ちょっとふわっとピンク塗ってますけどね、まあ、決まらなかった契約が決まっちゃったりとか、もうね、大きな仕事が来ちゃったりとかね、人気になっちゃったりとか、まあ、いっぱいですよ、臨時収入入っちゃったり、もういっぱい。それであんまりいろんなね体験談が多すぎて、2冊目になったんですよい。いや、それは面白いって。猫さん、僕も眉を描いてます。描いてからちょっとだいぶいい感じです。うれしい、ケンスケ うれしいもうね、眉ペンね、毎日ね、あの、はい、見ててくださいね。持ってます、持ってます。にいいこといっぱいありますよ。これから、ますますおじいちゃんおばあちゃんがね、つけたのおじいちゃんおばあちゃんがね、いっぱいもうね、応援するから、それをご先祖応援団と私は呼んでます。<ー>いや、僕でも眉を描くときにご先祖さんのことを思いながら描いてます。あうれしい。はい いやすごいですね。いや、本当はもっと聞きたいんですけども、これ、これ以上はちょっと本番、本、ね、ちょっと、レイコさん、ちょっと、レイコさんの場合はあのいつものこの15分の対談がもう45分分ぐらい喋られてますんで、ちょっと、ちょっと、<laughs> すごい、い本当に、実際はもう3月27日、20時から人間力大学で、あの事前対談。 今回の事前対談の内容、テーマお話しした内容で本番にもですね、お話ししていただきたいと思っております<ー>え運は顔から決まる、開運福顔の作り方っていうテーマでですねれいこさんに登壇していただきますのでぜひぜひ概要欄からご参加いただけたらと思います大島さん、れいこさん、そして見ていただいている皆さん本当にありがとうございました雰囲気を上げたい人は待ってますれいこさん、ありがとうございますおめでとうすありがとうございますれいこさん、ありがとうございます